サーキットのスターティンググリッドに予選を勝ち抜いた24体のマシンが今フォーメーションロックに向かいます。この中には賞金目当ての宇宙盗賊団の連中が必ず潜んでいる。莫大な賞金は絶対彼らの資金源にしてはならない。それが我々高機動小隊の使命です。レースに勝ちゃいいんだろ。トップは俺がいただくぜ。俺だ。戦車がグリッドに静止してからいよいよレースがスタートです。ごめんごめん、はるか。もうすぐ、あれ。切れちゃった。ま、いいか。巡回中の全車に次ぐ。巡回中の全車に次ぐ。ブルックリン方面に向かって逃走中。ゾーダだと？あいつが？来やがったな、マシンデカめ。恨みはたっぷりと晴らしてやるぜ。
150年前の男を蘇らせるなんて、断りもなくそんな勝手なことを。困るよ。やあ、ジョディ。どう、ドクター、自信あって？見ての通り、かなりの損傷だ。果たして蘇るかな。ドクターの腕ならね。上に何と説明したらいいの？始末書で済むかな。僕の方がコードスリープされたいよ。この男の代わりに入りますか？あと50年はゆっくり眠れますよ。パス。ここで負けたら何のために蘇ったか分かんねえからな。これは君がコールドスリープされた時の所持品だよ。こっちが新しい君の制服だ。私は銀河警察高機動小隊長ジョディ・サマーです。リュウ・スザク、君は今日から私の下で働いてもらうことになる。体の異常は？別に。君の着るのはこっちの服だよ。リュウ、どこへ行く？約束があるんだ。これは、ここは一体？やっと認識したようね。昔ニューヨーク、今はミュートシティ。2201年よ。君のいたのは2051年。すでに150年が経過していることになる。その間俺は眠ってたのか？モーニングコールのタイマー忘れたんじゃねえか？彼はメンバーのジャック・レビンよ。よろしく。ジャック、リュウにここの内部を案内してあげたまえ。え、俺がかよ。そんな、なそんなバカな。ケーキだ、完成じゃ。お前さんは？キーは？キー？え？これ。マシンウェイト1850、加速性能は断トツだ。ところであんたは。